ステレンボッシュは南アフリカ共和国の都市。同国南西部に位置し、西ケープ州に属する。ケープタウンからは 50km 東に位置する。南アフリカで2番目に古い町であり、ワイン生産とステレンボッシュ大学を要する文教都市として知られている。また、町中には大きな多くの並木があり、そのためこの町はエーケスタッドという愛称で呼ばれている。 ステレンボッシュ前景。パーペハーイベルグからのパノラマステレンボッシュは1679年、ケープ植民地総督のシモン・ファンデル・ステルによって建設された。街の名は、ステルの森という意味である。ケープ植民地では、ケープタウンに次いで2番目、ケープ半島以外や内陸部に初めて建設された都市であり、オランダ人の内陸部進出の拠点となった。街は、 急速に発展し、1682年には地方自治体となり、1685年にはこの町のハンジュの管轄区域は2万5000平方キロにも及ぶようになっていた。オランダ人は水利工学に長けており、町中を流れるアーステ川から水路を引いて水車小屋を設置した。初期の訪問者たちは多くの木や庭園について記録を残している。 1683年には学校が開かれ、1685年にはオランダ改革派協会がケープで2番目の教区を設置した。1688年になると、なんとの直霊の廃止によって、ケープへと逃れてきたユグノーたちがステレンボッシュに大量に入植した。この地方の渓谷がヨーロッパによく似た気候と、肥沃な土に恵まれていることに気がついたユグノーは、この地で、 ぶどう栽培を開始し、現在のケープワインの基礎を築いた。ケープ植民地が営業となっても、この町はオランダ人やドイツ人、フランス人の入植者たちが融合したアフリカーナーの中心都市の一つとなっていた。1833年にはステレンボッシュの人口は16,137人であり、内訳は奴隷が8,555人。 白人が6,066人、イコイ人が1,220人、自由国人が296人だった。1859年には、オランダが、1866年には、ステレンボッシュ・ギムナジウムが開校し、これらの高等教育部分をまとめて1874年、ボーア戦争中には、兵の訓練キャンプが置かれた。ステレンボッシュの人口は千七百三十三人で、 あるが、この数字は学生を含まないため実際にはこれよりも多い。住民の多くは、アフリカンス語を話すが、英語や交差語を話す、大きなコミュニティもある。この町の黒人のほとんどは交差語を話すが、町の大多数を占めるカラード、アフリカーナー、コイコイ人はアフリカンスを話す。ステレンボッシュは、山に囲まれた渓谷に位置しており、西のパーペハイベルグ、 南のステレンボッシュ山とシモンズベルグ、東から南東のユンカースフークやオードラケンステーン山などに囲まれている。ステレンボッシュ東高の冬ステレンボッシュのワイン農園。ステレンボッシュは南アフリカ一のワイン産地として知られ、近隣のパールやフランシュフックを含めた地域はワインランドと呼ばれ、群名にもなっている。気候は地中海性気候で土壌は 暗色の粘土質であり、排水の良い給料が広がっている。夏は暑くて乾燥しており、2月や3月には気温は摂氏30度以上になる。冬は涼しく雨が降り、風が強い。日中の平均気温は摂氏16度である。雪は周囲の山々に年に数度降る。春と秋は20度前後で気温は安定している。こうした条件が、 質の良いワインを作り出すのに寄与している。また、ステレンボッシュ大学にはワイン学科があり、ブドウ栽培や醸造の研究が盛んなことも流星の理由となっている。ステレンボッシュではカベルネ・ソービニオンが栽培されている。ステレンボッシュ周辺にはブドウ畑が広がり、ケープダッチ様式のワイナリーが点在する。その美しい田園風景と微妙なワインを求め、 南アフリカ国内やヨーロッパから近年観光客が多く訪れるようになり、ステレンボッシュの新たな産業となっている。メトロレールによって、ケープタウン中央駅との間に、近郊列車が運行されている。ケープタウン駅からの所要時間は1時間10から20分前後である。ステレンボッシュ大学ステレンボッシュのもう一つの産業は、教育である。 1863年に前身が開設され、1918年に開祖されたステレン・ボッシュ大学はアフリカーナーの中心教育機関となり、英語系のケープタウン大学やウィット・アウターズランド大学と対抗するアフリカアンス語教育の中心地として政治家など多数の人材を輩出した。現在では10学部2万5千人の学生が学んでいる。 大学の公用語はアフリカンス語たがアパルトヘイトの撤廃とともに英語での教育も行われるようになり大学院ではむしろ英語が主流となっている。ありがとうございます。